としてるやつ。どうも、こんにちは、ケンロクです。 CM あっちゃんです。今日はですね、原宿のアンバイスターさんにお邪魔しております。とかお邪魔しに行きます。お楽しみに。じゃあケンさん一緒に中入っていきましょう。はい、今日の主役、山口さん。なんか白々しかったですね、今。山口です。はい。初めまして。初登場。初登場です。初登場です。はい、コラボ商品の企画を、ケンロク TV で撮らせていただけるってことで。そう、だからその企画 その最初の打ち合わせの開発の段階から、ケンロク TV でつなげていっちゃおうと。完成、販売まで。素晴らしい。だからその裏側が見れちゃう。裏側見たいですね。うん、ちょっと泥臭いところがあるかもしれない。揉めに揉めてる、揉めてる、ね、値段を叩いてる山口さんとか見るかもしれない。あるかもしれない。まあね、開発途中が見れるっていうのは、はい、また一つ面白いのかなと思ってるんで、なんかあの物が出来上がるまでの、あのストーリーとか過程っていうのを、ね、ぜひ見ていただけると面白いんじゃないかと思います。じゃあ山口さんよろしくお願いします。はい、本日はお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速いきましょうか。はい、はい、がアンバイっていう会社なんですけど、もともとはまあその中で僕らのブランドってカバンがメインで、アストビックっていうカバンがあるんですけど、でまあそれの直営店ということで考えたんですけど、なんかこう普通のカバンだけをねバーッと置いてても、なんか普通のカバンも全然面白くないし、でまあ考えた時に、まあ、カバンとそのカバンの中身に入ってるものの提案をする店を作ろうかと。でだからまあなんか裏のテーマで僕らのショッパーにも書いてるんですけど、まあカバンも人も中身が大事っていうのがコンセプトで、まあ中身が大事っていうのが僕らのコンセプトなんですよ。カバンも中身もね、うん、そうなんですよ。でもカバン持ってても結構なんかファッションだけで何も入ってないカバンでなんか大きなバックパック入ってるから、うん、でも結構中身は何も入ってないとか、うん、結構カバンの中身にその人のいろんなものが見ると多分ライフスタイルってまあ人それぞれ違いますからね。まあそういうのは人もカバンもね、中には結構何が入ってるんかとかっていうのは、すごく現れるかなと思って、っていうのが裏のコンセプトで、はい、作ったのがワンバイスワールド。今回の企画は、もともとデフォルトでこういうサポッションがあって、そこに対して、この商品ってパーツがいろいろと、こういうのが組み合わさって、それがオーダーができるっていう。そうなんですよ。まあ、あのイージオーラみたいな感じで、形はこの二型なんですけど、で好きなものカラーを作れる。いろいろ選べる。掃除する重機。なるほどね。なるほどね。なんかコンセプト作りたいな。必ずそこから入りますもんね。ケンさん。だからこういう色なんだっていうのがないと、なんかストーリーが。ないなぁと思ってて、ずっとなんかシーズン使えた方がいいし、自分だったら何に使うかだよね。まあシティウェーブ持っていくときに、あシティウェーブグッズ売りです。あまねえから手ぶらで行くから俺。確かに手ぶらで行くから。バイク乗るうちとかいいけどね。ああ、確かにね。ドリンク入れて、意外とね、俺のバイクとか一切入れ物っていうかバッグがないから、こういうのに入れていくといいかもしれないけどね。こうやってね。っていう、これね、普
通に迷います。見ててわかります。今決めろって言ってもね、難しいっすよ。コンセプト決めんかな。あとうちの娘が絶対に話さない任天堂スイッチとか。ちょうどいいっすよ。そう、これじゃねえと入んじゃないみたいな。世の中キャンプこれからは時代的にも、うん、合ってるよね。逆にキャンプ場に迷彩持ってくとなくしそうじゃないですか、なんか。だから確かに、ね、あえて海っぽい方が確かにね。そうだ。サーフキャンプ、サーフキャンプ、テープは結構赤だから結構主張するんだよね。先生ですね。感じでしょうね。あ、これちょっと裏が見えすぎてしまって、うん。なんかベーシックやったらステッチでね、なんか海と光らせて、はい、ですよね。うん。今ちょっと赤にしてみたの。はいはい。これがなんか黄色をとってもらって、オレンジとかなんかちょっとカリフォルニアっぽくなんかちょっと持ってってもいいかなってちょっと思ったんですよ。これ楽しいけどめっちゃ迷いますね。迷うでしょ。もうね、迷宮にしてくるね。そうなんです。そう、たまにこう、なんていうの、こう冷静になって考えないと、深みにはまるとね。そう、引いて考えないし、で最後なんか一番最初の頃のやつに戻ってきて、結局始まるね。あるあるです。そう、これ迷いますよ、本当。これ誰でもウェブサイトでできるんですか、シミュレーション。そうなんです、ウェブサイトで、うん、これでサーフキャンプっていうのと、あとちょっとアメリカカリフォルニアってことで、こうトリコロールカラーでこれちょっとまとめてみようかというところで、でここにステッチが入ってくると、ね、こう要は 海感っていうか、はい、まあ、サーフ感をで、まあ、そのマリンテイストにして、プラス赤を入れることによってそのカリフォルニア、アメリカを連想させるっていうデザインをしましたという感じですね。ケンロック TV。 ペンケースにして、まあこうペンケース以外でもなんかこういう風に使えるよっていうのは全然ありですよね、うんうん。ピスの位置をどうする基本的に、このお店はオリジナルとセレクトがあって、そうなんです、はい、でバッグが全部オリジナル。そう、カバンは基本アスルっていう僕らのブランドがメインで、はい、でまあ、それ以外のものは、結構仕入れがあって、いろんなものが仕入れさせてもらって。サーフボードもオリジナルなんですか。これはあの大阪のガレージシェーパーで T 面って言ってるんですけど、はい、まあ、その T 面サーフボード最近作ったんですけど、めっちゃ調子いい、めっちゃ動くんですよ。しかもツインフィンっていう、そうなんですね。そうです。カバンのことちょっと増えた方がいいですよね。これで先だ、アタッチメント、これ一番最初作るじゃないですか。これ全部取り外しできる。あ、これがこれなんですよ。脱着できる。そうなんですよ。あ、ボタンとかでね。そうなんですよ。これでね、あ、でもこういうオレンジでアクセントになっていいですね。あ、これがつくってこと。そうなんです。もうこれ別になんですけど、好きなやつを買ってもらって自分の好きなものをつけて、このベルクロと、そうなんですよ、ベースのカバーにつけて、そう使い込むとこういい感じに決めます。これのキャンバスです。なんかもう好きな道具バーン入れて車にボンと積んでもらって、ここ脱着できるんですか。脱着できる。このキャンパスがあのもうヴィンテージアメリカの企画をそのまま忠実に、うん、あの復刻させてくるアルバートンっていう、あの昔あったバッグメーカーあるんですけど、うん、それの
シャトル初期で折った食器のステープをそのまま封筒に刺してるんですよ。こっちはちょっとあれですか、フォーマル的な一番売れてる商品はどれになるんですか。なんか結構アスタのマークが一番のが白くなるで、結構このスリーアシリーズのこの辺のさっきもらったリーバックも取られてたし、うん、このシリーズ軽くて、まあ、水に強いので、これなんかチャックの量がすごいですね。ポケットが結構あります。こことかすごいですね、はい、あ、ここにあの PC、はい、PC 入れたりできるんですか。なんか柔らかい感じ、ここに PC 入れる。なるほど。全部防水チャックにしてるんです。へー、すごいチャックですね。どこに何を入れたか思い出さないみたいな。あと向こうがあのドリンクホルダー。あー、なるほど。ですよね、結構 500ml のドリンクホルダー、ドリンクのペットボトルの人多いんで、一通りぐるっとご紹介できたんじゃないのかなと思います。兼六おねだりもやっちゃいますか。やっちゃいますか。社長にぶつけ本番で、あの YouTube アップするときに、はい、これを見て買いに来てくれた人は、うん、何かをサービスしますみたいな。あ、これをちょっとすごい人数来たら困りますよね。そうか、ちょっとそうですよね。なんかサービスできないやつですよね。そう、ちょっとちょっとちょっと待って、何かさせてやったんですか。あ、いいのがあって、このね、あのカラビナ、オリジナルですね、カラビナが。おお、これはじゃあ来てもらって、それもサービスします。これどういう条件で、なんか、なんかいくら以上購入とか。そうですよね。いや、5000円ぐらいでいいんじゃないですか。5000円、なんかここ雑貨もいっぱいあるんで、なんかまあまあ5000円ぐらい買ってもらったらどうですか。5000円以上購入して兼六 TV 見てくれた人には、言ってくれる方にこれを皆さんに、ちょっと色はアソートなんで、ちょっと指定は多分できないと思う、はい、このオリジナルのカラビナをプレゼントしていただけるということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。限定何名様になりそうですか。限定、これはちょっと100名ぐらいできると思います。あ、本当ですか。いいんですか。数がなくなり次第なので、はい、早いもの勝ちです。早くアップしないとですね。じゃあ、はい、ありがとうございます、社長、はい、すいません、無茶ぶりで。いやいやいや、このビル用意してたよね。いつもこういうやり方なんです。ありがとうございました。ありがとうございました。プレゼントまでいただいて。いや、びっくりしました。無茶ぶりでしたけど。はい、なんとか。なんか来ると思ってましたね。いやいや、全然。ああいうのはないと思ってた。無茶ぶりすぎですよ。そうですか。すいません。いや、サーファーだったんで、やっぱり。から乗りで、ね。はい、乗りで。乗りで行けちゃうんでね。30年ですね。あるそうですね。もう少しなんで。ケンさんもそれだね。そうだね、30年ぐらいというね。僕も一応本業はサーフィンの仕事っていうか、まあそうね、大井町の人工サーフィン施設をちょっと後で調べていただいて、人工サーフィン施設、はい、ちなみに人工サーフィンやったことない。やったことないです。あ、本当ですか。うちのスタッフに教えてもらったんじゃないですか、あっちゃんに。いや、私は教えてもらったんじゃないですか。私は教えてもらったんじゃないですか。コラボ商品の企画段階を見れたっていうのが僕の中で初めてだったんで。あ、なるほど、はい、でも今回そのアンバイさんの、そうですか、カリフォルニアコンクルを通して雑誌ライトにいろんな人、うちもシティエムも絡めて、
ケンロキームから呼んだ、もうめちゃくちゃですねとりあえずもうですねもうちゃんぽんで、はい、で見てる方もいろんなこう前情報だったりとかいろんなことアクセスできると思うので、ぜひ一緒に商品作っていければと思ってます。今回皆さんライトニングにも掲載されているので、そのままチェックしてください。ありがとうございました。今後ともというか継続して今後できるサンプルが上がってきて、はい、その発売になるまでまたちょっとこの権力 TV に追っかけてやりますので、はい、ありがとうございました。本当に皆さん、スタッフの皆さんもよろしくお願いします。ありがとうございました。